瀬戸春チャンネル、イエーイ。ということですね、合ってますかね、チャンネル名は。合ってます、はい、というわけでスペシャルゲストをお呼びしましょう。キラキラプロ、キラキラしてます、今日も。とあとキラキラちゃん、はい、おはようございます。どうもどうもどうも。本日はですね、カン君による持ち込み企画ということでオープニング任せてみたものの、すげえいい匂い、はい、ちょっとね、カン君の塔に持っていかれました、はい、というわけで本日浅見ゴルフクラブさんにこのメンバーでお邪魔しております。はい、ありがとうございます、いつも、はい、ありがとうございます。今日カン君の打ち込み企画じゃなくて、なんだっけ、持ち込み企画、持ち込み企画、持ち込み企画はやばい、打ち込み企画じゃなくて、ですね、ゴルフボール持ってきました。おゴルフボール、持ってこよう。例の噂ではちょっと聞いてたんですけど、はい、なんかやばいぐらい飛ぶらしいですよ、はい、やばいぐらい飛ぶ、とにかく飛ぶボール持ってきました。おアルファの RS300 でございます。おかっこいい、かっこいいでしょ、箱かっこいい、箱かっこいい、ね、箱かっこいいでしょ、なんかすごいチャラい、ね、ありがとうございます、はい、いいと思う。迷彩オンザ迷彩ですから今日、うん、見てくださいからのイエスキリスト、はい、はい、イエス、いや、バーディー取ったらイエスって言うじゃないですか。あ、なるほど、ここからバーディーが始まってます。はい、ここからバーディー、ここからバーディー取ります。はい、なるほどね。カン君がボールを自分で作ったってこと？そう、プロデュースして。すごいですね。そう、はい、最初から全部そう自分で考えて。もちろん作りました。そんなことできるんですね。できるんです。初めて知った。いや、世の中に不可能はない。世の中に不可能。じゃあ僕もめっちゃ入る球とか作ります。ね、作りましょう、作りたい。でもこれはとにかくカン君といえばのもう飛ばしだよね。そう、はい、ということで、はい、じゃあもう今日はみんなでどんどん飛ばしていこうっていう、そう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 、ゴルフも久しぶりだしね。そうそうそう、それでいこう。じゃあちょっと飛ばしをいろいろ見せてください。1、3、5、7番どれでいきましょう。僕は絶対1がいいです。 1がいい。じゃあ俺どうしようかな。5にしよう。1はどれ。1はこれ、これ。じゃあ私はラッキーセブン。ラッキーセブンで、はい、スリーブのデザインもかっこいいね、うん、おー嬉しい。よし、いや売れた、この瞬間に売れた瀬戸君が持ってる時点でもう売れた。よし、じゃあこれで300ヤードよし出してください。じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ今日キラキラプロとガチンコ対決か。おお、ちょっと右、ま、うん、真右あ、木に当たったね。じゃあこのぶっ飛びボールでぶっ飛ばしていきたいと思います、はい、キラキラプロ。キラキラプロモテそうだよね。そうですね。ですよね。はい、ありがとうございます。俺もそう思った。じゃあお願いします。お願いします。即答でそうですねって。 OK、 ナイスショー。ナイスショー言うの早いわ。いやもう打つ前からナイスショーって結構決まってますもんね。バックスイングで分かったもん。え、うわ、めっちゃいいみたいな。めっちゃ飛んでる。でしょ。めっちゃ飛ぶ。俺だって今バックスイングで、あ、ナイスショットだと思って、これ言わなきゃと思って。アルファやばい。いや嬉しい、満飛び。キラキラプロ本名なんなの。溝口優太ですね。はい、ティーショットが終わりましたけども、王子ナイスショーだったね。早速ぶっ飛びましたね。王子すごいね。しかも1ミリも曲がらないね。そうですね、1ミリも曲がらないで有名です。なるほどね、曲がらないで有名。はい、曲がらないのに飛ぶ。俺も曲がらないで有名なんだけどでも曲がってはなかったですね。右に飛んでいっただけでした。さっき曲がってない、はい、あれはやっぱ気持ちが曲がってないから素直さ満点。どこに打ち出してもそっから絶対に曲がらない。大事ですね、気持ち。よし、ね、これはちょっとグリーンの右サイド狙って。高いんですよ ね、 ね、高そう。よし、お願いします。お願いします。200ヤードは確実に超えていきたいよね。ていうか普通に寒いな。
おお、素晴らしいね。よいしょ、左だけど木に当たったけど大丈夫。うん、軽くね。でも結構これ本当飛ぶかもね。本当、うん、いつもとちょっと勢いが違います。勢い違う。はい、ティーショット瀬戸ちゃん終わりました、はい、キラキラカメラです。今日みんな黒いね。なんか確かに、うん、いいじゃん、なんか飛ばしそうじゃん、かっこいい、うん、そう飛ばしに特化した色で。そう、え、でもなんでさ、そのボールをさ、自分で個人で作ろうと思ったの？作りたかったからえ、それはもう昔から？昔から。え、でもこれ本当に企画が始まったのが2年ぐらい前で、うん、結構前だね。そうで、1回やろうと思ったら詐欺にあっちゃって。そうだからちょっと1年間ぐらいストップしてたんだけど、うんうん、またもう1回やるかってことになって、うん、でスタートした。詐欺にあっちゃったっていうのは、うん、そのチームの中で？いや、なんか俺個人的に詐欺にあって、個人的に金なくなったからスタートできなくて。そういうでもそれを乗り越えて完成したってことでしょ。木の右は行かなくていいです、はい、ラッキーティーショット。じゃあ木狙いで。木の右行っちゃったけど、でも傾斜で戻ってきた。よし、あー、フェアウェイ。あー、フェアウェイ、さすが。さあ、王子飛んでるね、今日も。今日も飛んでますね。今日も飛んでるよね、セカンドここだもんね。ここいつも普段だったら残りセカンド240ぐらい残るんですけど今日いつもより15ヤードぐらいは普通に飛んでますね。前回の時と番手が違う、うん、全然違います。前スプーンで打ってましたもん。そうだよね。今日は2番アイアンです。お、え、やばい。ナイスショー、ナイスショー。あ、乗った乗った。ナイス、ナイスショー。あ、カンク打ってたナイスアウトかな。 OK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 。 ナイスです。フェアウェイ左、止まれ。はい、いやいやいや、王子、あのボールいいぞ、いいぞ。なんか触った感じとかボールでコンコンした感じ、うん、すっごい硬いなって最初話してたじゃないですか、うん、話したね。打ったら全然違う。でもそれは思う、なんかもちっとする。そう、なんなら柔らかいまである。そうだよね。でもそれで言うとさ、その私よりさ、いろんなボールを種類打ってきたじゃない、はい、で最初の硬さがあるって言ってたけど、うん、打感とのギャップは結構あるよね。全然違う。なんかあの最初のうわ硬いんじゃないかっていう先入観がすごい逆に面白いですね。面白い。そのこんな硬い、あ、さ、あ、やっぱ飛ぶボールってどうしても硬くなるんだなっていうイメージあるんですけど、うん、打ったらマジ柔らかい。柔らかい。ちゃんとこの潰れてる感があって、ね、すごい打感がめっちゃ気持ちいいんですよ。私もさっきの刻みのさ、うん、ユーティリティで林の下から打ったやつ、ハーフショットなのにもちって言ったもん。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。セカンドの番手がいつもと違った。あ、本当に全然違いました。いや、これは売れたマントビボール、マジで。ねえ、ここから硬いでしょ、やっぱ。いや、でも打ったら全然違いましたね。へえ、俺すげえ硬いんだけど。気持ちいい打感してます。あ、これ瀬戸ちゃん昨日練習したつま先上がり。つま先上がりは短く持つ。つま先上がりを練習した。すごい熱心で、引っかかるでしょ、うん、だから右を向いて打つ。短く持つ分フルショットはできないから1個上げていっか。合ってる？合ってる。お、方向100点。いいぞ、辻ってる。完璧。うおー、ナイスオン。やばい。うまいね。入ったまである。入った。うまい。ナイスイン。はい、カン君の3打目。カン君の3打目。100前後。100前後。あ、でもキーかかんないね。そう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 。よいよいよい。うわ、めちゃくちゃいい、めちゃいい、これ、うん、え、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。ナイスオンです。いいですね、これ王子が2オンじゃん、カン君。俺何番だっけ。私があ、5番、これ俺だ。あ、じゃあもうお先に、はい
惜しい。やっぱちょっと大きかったか。ナイス。はい。下りだよねこれね。うん。まあほぼほぼ平らじゃない。わあ。オッケー。ちょっと攻めちゃった。オッケー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 。全然オッケー。さあ王子のイーグルパット、イーグルパット頑張って、頑張るぞ。ナイスタッチ来い。あー切れた。タッチは良かったけどね。これ飛ぶボールじゃないですか、うん、なんか飛ぶボールって基本バターだと打感すごい硬くて、うん、タッチとか合わない感じだと思ったんですけど、そんな硬さ感じないですね、あんまり。おー、いいこと言ってくれた。ありがとうございます。これちょっとフックするよね。うん、する。え、全然なんか普通にもっとなんかガチってなるかと思う。でもディスタンス系にしてはっていうのは、はい、そうです。多分あると思います。うん、フック、カップ外していいよね。うん、オッケーオッケー。オッケーだよ。よし、ナイス、素晴らしい。すごいレベル高いね今日。レベル高い。え待って、王子ナイスバーディー。ありがとうございます。バーディーパーパー。バーディーパーパー。すごいね。やば。いや今日は期待できるわ。いやでも、うん、いいスタート切れたね。本当本当。バーディーパーパー。いい出だしですね。でもさっきね、王子がさティーショット打ったじゃん。うん、でよくここ浅見さん回らせてもらうでしょ。はい、その番手のセカンドがさ、いつもあそこだいたいスプーンで打つじゃん。スプーンで、うん、それがアイアンだったのもそうだし、うん、私の3打目、うん、いつもあの番手で打ってぴったりぐらいなのが、まあ、奥結構行ってたじゃん、10ヤードくらい、うんうんうん、もう本当に飛距離は出んのかもね。売れた、うん、めっちゃ売れた今のでまだラッキーかもしれないと、うん、半信半疑くらい。なるほどね。そうそうそう、でも本当にみたいな感じじゃない、うん、あ、これで売れました。お、売れた。キラーン。近くない？キラーン。やって。キラーン。キラーン。ババン。ああ。ああ、これは売れたわ。売れた。キラーン。キラーン。王子スマイル。ピカ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 。ピカピカピカ。キラスマイル。でもさ、開発のさ、うん、時にさ、こうサンプルとか作るじゃん。作った。で、それをこうカン君がずっと自分で仕出して何度も作って。そうだね、まあ 3,4 人で仕出した。あ、そうか、他にもいろいろ。そうそうそう。それはドラコン選手とか。あ、そうだね。いろんなヘッドスピードの人とか。いろんなヘッドスピードの人とか。じゃあもう対象者で言うと、飛ばしたい人？うん、そう、飛ばしたい人。でもそれで言ったらさ、うん、あの本当に飛距離が出ない女子とかにもいいよね、うん、もちろん。なんかさ、結構ドライバーを頑張って振っても、うん、150ヤードしか行きませんみたいな結構いらっしゃるじゃん。ぜひ買ってください。だからクラブを変えずに飛距離が伸びるかもしれない、はい、そうそう、ゼクシオと合うかもしれない。それこそ、そうだよ、なんか柔らかいやつと、そう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 、ちょっと固めな。ゼクシオやっぱちょっとスピン多めだからね、うん、キャリーで飛ばすクラブとかはさらに飛ぶかもしれない。ちょうど私ゼクシオユーザーだから、そのデータ取るにはちょうどいい、うん、ちょうどいい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 。王子ここ木の上だもんね。とりあえず木の上ですね、はい、とりあえず木の上いいね。でさっきカン君が言ってたんですけど、このボール意外と球上がりやすいって言ってたんで、うん、いつもより気持ちが楽に木の上狙いますね。なるほど、転生。どうしても転生合わなかったんだよな。素晴らしいね。これやばい。完璧。完璧だわ。100点。100点。いや、今のは、王子、500点。500点。500点。それはでかい。やったぞ。1000点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 。何点満点かが一番大事。あの100点満点中1000点100点満点中1000点 それはすごいですね。じゃあ俺も王子みたいに右狙おっかな。お、わあ。いやー右狙ったわ、ま、マジでファーあ、次のホールだね。隣だね。狙い狙い。ショートカット、ショートカット。
バンカーの右サイド狙いで行ったよね。そうですね、前回ね。でも今日ボール飛ぶから、いつも瀬戸ちゃんあのバンカーの真上狙うじゃないですか、うん、もうカートぐらい攻めちゃってもいいかもしれないですよね。カートの上攻める、確かにそれでドローしていけば、うん、気持ち的にはそれぐらい狙ってもいいんじゃないかぐらい先飛んでましたよね。オッケー、おお。あそこからちょっと気に当たったけ ど、まあ問題ないでしょう。うん、大丈夫でしょう。右行っちゃったね。行ってみましょう。行ってみよう、うん、ピンまで108ヤードです。はい、ピン左奥っぽいよね。今日左ですね。ここで初めて段の上のピンを見ました。おー、確かにいつも右に切ってるもんね。123あるから、123バンカーあの霊気ぐらい狙っていいです。はい、霊気ぐらいは狙っていい。こんなもん、うん、いいです。わ、うん、どんまい。フェアウェイに行ったということで。そうだね、そうだね。カン君はあそこでボール探し。フェアウェイにあった。フェアウェイにある？フェアウェイキープ。お、ちょっと待って、じゃあ後ろ車に打っちゃう。105ヤードです。105。ピンはダングリーンの上。ダンの上ですね。ショートは嫌なんで、うん、50度で。50度打ちます。はい、うまい。これうまいぞ。ナイスオー、ありがとうございます。隣が多分もう打っちゃうので。あ、打ってくるっすね。はい、多分80ヤードぐらいかな。いや、曲がんないわ。だいぶスイングが柔らかくなったね。ね、良くなってますよ ね。バックスイングがすごい滑らか。お、うまいね、しかも。おお、イエーイ、ナイスオン。ありがとう。ナイス。いい感じ。めちゃくちゃいいとこ。さあ、今日新しいボール使ってますけど、うん、どうですか、うん、今んとこいいよ。今んとこいいですよね。しかも私結構さ、うん、重めのさ打感が好きなの、うん、なんか軽いっていうよりかは結構バチンってくるから、うん、気持ちいい。なんか女性の方ってそういう人多いですよね。なんか女性用のボールとかあるじゃないですか、うん、であれピンクのボールとか、あのクマさんついてるキャロウェイかな、はいはい、うん、のボールとかあるけど、あれめちゃくちゃ柔らかいじゃないですか。そうだね。で女性の方になんか自分、うん、僕が使ってるボールとかを打たせてみると、うん、え、このボールめちゃくちゃ気持ちいいみたいな、はいはいはい、打感がすごいいいって言われる方多いんで、このボールいいかもしれないですね。なんかね、女子はそのなんかさ、打ってさドンってきた方がなんかちゃんと当たったんだみたいな、うんうん、そういう気持ちになるから、ね、まあ、めちゃめちゃ良さそうです。精神論だけどこれは、うん、いやーその言葉が気持ちいい。まあ、これは快感ですよね。快感、快感、そうだね。当たった時の快感。当たった時の快感、大事なんだ。その言葉が快感。ん？その言葉が快感。言葉が快感。言葉が快感。あ、打った。あ、OK かな。速攻打ってこよう。はい。ピンはあの辺。すいません。さあ、カン君のセカンド。どうも失礼しました。え、めちゃくちゃうまいぞ。おお、乗った。ナイスです。どうもどうも。え、めちゃめちゃいいとこ。本当にやっぱドライバー曲がらないですね。分かんない。はい、どうも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 。お、本当だ、いいとこだ。世界標準のマネージメント。そう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 。これがやっぱ今マスターズやってるんで、はい、やっぱマスターズってその見えないところにいかに打てるかっていうのが、うん、やっぱギャラリーを沸かせるショットですよね。今めっちゃ沸いたわ。さあ乗りましたね。あ、疲れた。カン君もツオン。ツオン。ホジもツオン。私だけスリーオン。よし。よし。ここ結構ダングリーンの。結構登ってすぐですね。そうだね。この動画で伝わるかわかんないけど、ここのね段が
高さで言うと1メートルくらいは結構な段、ここの部分がね高さでかなりあります。王子のバーディーパット、いいぞ。わー、ナイスタッチ、うまいね。よしよし、ナイス、ありがとうございます。素晴らしい。これは OK でいいんじゃないでしょうか。 OK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  です。ナイスパー、はーい。セルフで OK するタイプ、ナイスパーです。ありがとうございます。じゃあバトンタッチ、はい、さあカン君のカン君のバーディーパッ パット、うん、下りですね。お、優しい。お、弱いな。いやでも意外と止まりましたね。さすがに弱すぎる。ちょっと王子これ一緒にライン読んで、フック。フックの下り。ないんですね。下るよね。下り。これぐらいかな。それくらい、ちょっと。この芝の。芝の。内側ぐらい。芝の内側。これ結構大事なパーパットだから。うん、芝の内側ね。下りはそんな速くない？うん、そこまで。下りは下りだけどって感じですね。うんうん。お願い入って。うまい。来た。やったー。やったー。でかいこれ。でかい。寄せは。うまいね。よし。あ、入った。お、いい音。いや、外れた。うわ、惜しい。惜しい。オッケー。はい。カン君、カン君。何何？これさ、アルファって名前じゃん。うん。このアルファの由来って何？ん？アルファは始まりのとか最初の一歩みたいな、そんな感じ。へえ。じゃあだったような気がする。うまそう。じゃあそれを込めてこの名前にした。そう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 。まず最初の一歩ということです。ロケットとスピードと300ヤード。カン君的に今まで使ってきたさ、いろんなボールの中でやっぱ飛ぶ？うん、飛ぶ飛ぶ飛ぶ。全然違う？全然違う。さすがに違反球には負けるけど。うん、一応ね、そう、R&A 取ってるんだ。あ、じゃあこれ普通に使えるの？そう、普通に使える。試合でも使える。へぇ、これからじゃあさ、使うツアープロとかが出てくるかもってことだよね。あー、どうだろうな。あの、でもさすがにスピンとかは3ピース、4ピースに勝てないから、うん、将来的にはそれも作りたい。へぇ、じゃあまずは飛ばしに特化したとこからスタートして、うん、っていう感じなのね。アマチュアっていうかスピンコントロールとかできないし、できない。スピン系のボールって球低いから結果的にあんま止められない。確かに。でもこれ高さ出るから止められる。うーん、っていうコンセプトです。です。普段だったら9番アイアンで打つんですけど、うん、ちょっと今日ピッチングで打ってみようかなと。ピッチング、はい、これで届くかどうかってことね、はい、ピンは結構手前に、手前ですね。一番手下げてみるチャレンジ。おー、いい球だね。続けてちょっと手前か、うん、ちょい手前でしたね。ちょい手前か。オッケー。さあ続きましてカン君、普段だと、うん、6番アイアンなんですけど、うん、ちょっと3番手下げて9番アイアンでいこうかな。普段6番アイアン6番アイアン6番アイアン、やっぱアイアンで打ってらっしゃる。アイアン飛ばないんだよね、この季節ね。桜の舞う季節アイアン飛ばないんですよ。めっちゃいいぞこれ、うん、ナイスショー。9番でん？お、ピンの左手前かな。あー、グリーンエッジだね。グリーンエッジ、うん、おー、ナイス。離す。ピンの右目狙って打とうかな。カン君のやつ近いね。うん、まあね、109。今日オリンピックだから109か。8か9わかんないか、オリンピックって。あ、違う、8かな。8かな。8かな。少々多くいってもいいもんね。桜が綺麗ですね。ね、ね、桜足が綺麗ですね。やめて。やめない。これでどう？いいんじゃないですか？いいんじゃないですか？お、右。当たり薄いけど。ちょろっと右だけど、まあ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 。オッケー。
ナイスでしょう。まあどうせ寄せ番でパ。そう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 。ティーショット終わりました。みんなちょっと手前に行ったけど。いやあれはもう乗ったと言っても過言ではない。ほぼ乗ってる、うん。ほぼ。むしろバーディーと言っても過言ではないね。次入る。入る入る入れれば一緒。あれは入る。近いもんねだって。うん、近い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 。入らな。3番手下げたはずなんですが、すごいですね。そう、3番手下げたけどやっぱ届くわ。普段ここ6番やんの。6番やん。そう。でもで隣のティーグランドで。そう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 。9番やんで届いた。すごいですね。それすごいね。腕距離もね、合ってるし。バスト王子が下からのアプローチだね。よし。王子ってゴルフ系ホスト？いや、違います。シンリャンズ。ではない。はい。なるほど。お酒は飲めますけど、はい、ホストではないです。ゴルフ系ホストって新しいネーミングだよ ね。ゴルフホストって作ったら儲かるかな、うん、わあ、これスライスしないんだよね、ここ。わあ。スライスしないんですよ。しないですね。これさ、向こう受けてるからさ、うん、ショートよりオーバーめの方がまだいいよね。うん、まあカップに入れればいいんじゃない。そうね。カップに入れば止まるよ。オッケー。あ、やばい。いや、これ完璧じゃん。トップした、トップした。戻るか。戻んない。トップしちゃった。あー、どんまい。ちょっとね、薄かったよね、芝。技を使おうと思ったけど。うん。これはこれ何、俺セルフィー、セルフィー、嘘はい、 いや、いいとこつけたのか。後ろが速いね、バーディーチャンス。パターで、はい、お打つの速くない。ちょっと、いや、後ろが速い。ナイスパーです。はい、ナイスパーです。はい、私の下りのちょっと大変なとこつけちゃった。これ大変ですね。大丈夫、入れば止まる。こう行くよね、うん、フック。もしかしたら距離合わせるとなると30センチぐらいフックするかもしれない。もっと切れるな。うわー、おー、でも、うん、あれを入れる。すごい、隣のホール断末魔の叫びが聞こえる、ね、断末魔の叫び。うん、これは入れたいですね。うん、入るでしょう。入りますね。OK ですから。OK だから安心して。うん。うわあ、切れたね。読みにくいよね。うまい。うまい。ありがとうございます。うん、これカップ縁？外外す。いや、外さない。外しはしない。うん、カップの内側、中心から2センチぐらい曲がる。ボギーパット。はい。ナイスイン。素晴らしい。ナイス。うまい。耐えました。で、カン君ナイスパー。あ、どうもどうも。どうもどうもどうも。いやー、キラキラプロに一ホール勝ってたわ。キラキラプロ。そう。うちのキラキラちゃん。キラキラちゃん、キラキラプロ、トゲトゲくん。キラキラちゃん、キラキラプロ。トゲトゲくん。じゃあ後半キラキラプロと勝負だな、これはな。お、お、うん、いいですね。ちょっとボールもね、慣れていただいたんで、はい、ガチンコ対決やる。ガチンコ対決、ガチンコ対決。急遽撮影企画決定。撮影撮影撮影。ハーフで終わろうと思ったけど、やっぱね、上手い人と会うとね、うん、回りたくなっちゃう。回りたくなっちゃう。なっちゃう、なっちゃう。燃えてきた。燃えてきた、燃えてきた。メラメラカン君ということで、次は4番ホールからお届けします。はい、じゃあね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どういう持ち方してんの、マーコ。これあのデスノートの L です。懐かしい。懐かしいね。あの、はい、伝わる層にしか伝わらないやつです。はい、 Z 世代多分知らないね、これね。そうだね。はい、というわけで、もしもし。超スロープトーク。そう、でも今日はこのボールを使って今3ホール回らせてもらったじゃないですか。はい、王子どうだった、初めて打って。めちゃめちゃ打感良くて、うん、もう気持ちいいです、打感が。
んでたよね、しかも飛んでるし、うん、飛ぶし曲がんないし、うん、私も打たせてもらったんですけど、女子のヘッドスピードでも飛ぶ、うん、飛ぶ、なんかすごいの開発したね、したした頑張ったえ、ちなみにこれ、はい、視聴者プレゼント的なものはある？あ、いいっすよ、いいっすよ。ほんと？はい、何ダースいっちゃう？いくらでも、いくらでも、いくらでも。じゃあ王子の、うん、あのアンダーの分だけ、はい、視聴者プレゼント、ね、そう。じゃあこの3話続くんで、3話見てもらって、はい、王子が出せたバーディーの数そうだけ、うん、視聴者プレゼント今決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これを実際使ってほしいね。使ってほしい。使わないとこれ伝わんない、この感動が。そうそうそう。なのでまあ王子にはもう今日いっぱい頑張ってもらって、うん、まあ我々も出た分ちょっと加算してもいいですか？もちろんもちろん、もちろん出たらね、はい、というわけで1ダース3960円。そう、安いね。安い、めっちゃいいですね。安いね。そうなんです、鬼のコスパ。それも売りなんです。それでこんな飛ぶの？飛ぶ。じゃあコスパも500点ということで、うん、あのぜひ、ね、100点満点中ね、たくさんの方に届けたいので、王子頑張ってください。頑張ってください。というわけで続編お楽しみに、はい、じゃあね、じゃあね。